子のセキララ絵日記モノマン始まるよ。記念すべき第1回目はここビッグサイト、東京モーターショーからお送りいたします。本日のテーマはこちらです。じゃん。困ったカメ子ワースト3。カメ子とはカメラ小僧の略です。そのほとんどが私たちレースクイーンを応援してくれる大切なファンの方たちです。ただし時々困ったカメ子さんたちもいらっしゃるんです。まずは第3位。第3位は胸元や股間のアップばかり撮ってくるカメ子さんたちです。お尻や胸のアップばかりを撮ってる様はですね、私たちレースクイーン、そしてコンパニオンをバッチリ見ておりますので、皆さんぜひ注意してみてください。で、こうやって撮ってる人を注意してくれるカメ子さんたちもいらっしゃるんですが、ポイントかなりアップしますので、ガンガン注意してあげていただければと思います。そして、困ったカメ子さん第2位は、じゃじゃーん。撮影したものを販売するカメ子さんです。ヤフーオークションとかでね、チェキとか盗撮した DVD を編集したものを売ってるので、これはねダメですね。気をつけてくださいね。私地味に買ったことがあるんですよ、この盗撮 DVD を。あんまりそんな際立くないんですけれども、これでね利益を上げてると思うとちょっと悲しいですね。気をつけてください。で、そして第1位はこちらです。出待ちをしていただけるのはすごく嬉しいんですけれども、お家までついてきちゃうといったカメ子さんはレースクイーンのみんなに嫌われちゃうので気をつけてください。私も実は最寄り駅の近くにショッピングモールがあるんですけれども、そこまでカメ子さんがついてきて必死に逃げて、ああよかったって思って買い物をしてたら、カメ子さんも一緒に後ろからついてきて一緒にショッピングをしていたんです。ちょっとねドキドキしちゃいましたので、気をつけていただければと思います。以上、小野さゆりが小野マンモーターショーからお送りいたしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。